シーズン400得点未満1960年以降、339得点2023中日125試合、1試合あたりの得点にリーグ制以降、2.71/2023中日、2.83/2021中日、2.89/2022中日、もうそろそろ現代に帰ってきてくれや。130試合時代と真っ向から張り合う立浪中日。平成以降初の珍記録というね。平成どころか半世紀ぶりなんだよな。これもう達成する方が大変なことだろ。打つ方はなんとかするって言うてたし大丈夫やろ。ちょっと下触れてるだけや。なんとかなるやろ。なんだかんだどっかで打線爆発して回避するやろ。完封負けも結局そんなにしてないし。立浪の打つ方はなんとかするってなんだったんだよ。打つ方はなんとかしたんちゃうかったんか。どうして責任者は処罰されないの？これは和田が責任取ることになりそうだな。こんだけ負けてんのに来年も監督続けそうな立浪。そんなことより連続無得点記録への挑戦した方が良くない？去年よりひどくて春は無能じゃなかったと言われるようになってきたのくさ。完全に立浪の顔色を伺ってるコーチ陣だしな。前年に先に動いてくれる春がいてくれてたの。奇跡やったんやな。ちなみに中2の対横浜戦は毎度山本由伸が投げてるレベルの防御率や。地味にヤクルトもひどいな神宮なのに。得点圏打率も中日の方が上や。マジ次元や物理法則が歪んだレベル。今週も中2ドラで満たされるのか。昔と比べて試合数も増えてるのに。3点取られたらほぼ負けってこと？残り18試合で9敗すると球団記録の83敗を更新するぞ。立浪が就任して守備と走塁が崩壊した。これがマシならこんだけ負けていない。立浪が壊したもの、守備走塁打撃。今シーズンの一番中2ドラ稼ぎしたチームどこや？違う意味で伝説を作り続ける中日。毎日楽しませてくれてありがとう。